こんにちは、武蔵です。今回のテーマはですね、質問にあったのでそのことについてお伝えしようかなと思います。来ていた質問は、片田稲荷神社とその武蔵さんのその慣れ初めを教えてくださいって言われたんですけど、まあ、要するにどういうふうにしてここを知って出会っていったかっていうことだと思うので、今回はそのことについてお答えしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ですね、片田稲荷神社っていうのはまず、伊勢志摩にあります。皆さんご存知の伊勢神宮、内宮から車で約1時間ぐらいですね。まあ、なのでうちからは車で2時間かからないぐらいで行ける、まあ、ちょっと遠い、だいぶこう海の方ですね。本当に伊勢志摩のその端っこにある神社なので、まあちょっと遠いといえば遠いんですけど、でも遠い割には結構な頻度で、まあ僕も参拝にやっぱ上がらせてもらってるんで、まあかなり僕とはご縁が強い神社だなって僕自身も感じてて、まあその辺のいきさつについてまあお話できたらなと思うんですけど、まずそうですね、なぜ片田稲荷神社さんにこう行き着いたかっていうと、そもそもまあ僕知っての通りお稲荷さんが大好きなので、まあ今住んでるところが、まあ昔で言えば伊勢国ですよね。その三重県にある鈴鹿市、津市、伊勢市、まあ、今は市で分かれてますけど、昔はこういうの全部総称して伊勢国とか国で分かれてたと思うんですけど、まあ、要するにその伊勢国っていうところに僕はいるので、まあ、その近辺にあるお稲荷さんは、まあ、Google マップで調べてレビューがそれなりに入ってるとか、まあ、結構行ったわけですよね。まあ、ちっちゃいところもちょこちょこ行ったんですけど、やっぱり大きいところもそれなりに見ておきたいっていうことで、お稲荷さん、まあ、結構奈良県、そうですね、まあ、奈良県とか滋賀県とかにある、まあ、その拙者末者境内者も含めて結構参拝に上がったとは思うんですけど、ただその家からその行ける、まあ、近くのお稲荷さんでそのまだ行ってないとこが唯一一個あるよねっていう話に、その当時、まあ、家内と話しててなったんですけど、それがまあやっぱり片田稲荷神社って言って、あ、まあ海の方にあるところで、なんだろう、おそらくですけど多分神社庁に入ってなかったと思うんですけど、なんかもともとそこの村の人というか町民が起こしてこう作った、まあ、お稲荷さんっていうことで確か言い伝えがあったと思うんですけど、だからその正式な神社ではないっていうとちょっと、まあ、言葉に語弊あるんですけど、まあ、そういうだから、まあ、村とかで大事にしてるなんかこう村社の感じで、ちょっと大きい村社みたいな感じかなと思って、なんかそこに行ってもなんかすごい失礼な考えなんですけど、なんか授与所とかなくてお守りとかお札も多分どうせないだろうし、行ってもなんかお土産何も買えないしな、 みたいなそのちょっと稚拙な考え当時僕が持ってたんで、なんか僕はそのお稲荷さんとか行ってもしそこがすごく気に入ったらどうしてもお札とかこう買いたくなる、お受けしたいんですよ。だから行った時になんかこの2時間片道2時間かけて行ってなんか何もお受けできなかったらなんか嫌だなみたいな、そういうまあ損得感情ですよね。そういうものが僕の中にまああったので、なのでなんかそういうのがないんだったら行ってもなって思ってても、でもやっぱ行ってないところがその片田稲荷神社さんってことだったんで、まあ2時間かからないぐらいで行けるんだったらまあ行ってみようかっていうことで、多分ね今年のね3月のね3月の12日ぐらいに多分初めて参拝に上がったんですよね。ちょっと記録が残ってるんでちょっとお待ちくださいね。確か初めて行ったのがですね、3月の、そうですね、3月19なのか18なのか、まあそのあたりに行ってます。ちょうど家内の誕生日の前後の日に行ってますね。うん、初めてその参拝に行った時に、まあインスタグラムに当時の写真残ってるんですけど、まあ、その掃除道具が置いてあったんですね。でそのもう勝手に掃除させてもらったんですね。ここはなんかものすごくなんかいいところだなと思って、まあ、あとお写真出したりとか参拝してる動画とかもあるんです。その概要欄にリンク貼っておくんで、どんな神社かっていうのは参拝してる動画見ていただいたら大体雰囲気つかめると思うんですけど、まずその片田っていう場所にある、伊勢志摩の片田にある、お稲荷さんってことで、まあ、その海に面したところにあるん でしかもすごく大きな、ね、種の色の鳥居が立ってて、まあ、青色とその赤色 のコントラストがその絶妙ですごく綺麗でね、とてもこう晴れた日に行くと本当に参拝するのが気持ちいい、まあ、お稲荷さんなんですけど、ここがだから初めて行った時になんかもうなんだろうな、そのすごく立派な社殿がまあるんですよ。メインのご本殿がまあ収まってるその社殿がありまして、でその社殿がすごく綺麗なんですけど、そこの後ろにそのなんていうかな、古殿っていうのが残ってですね、まあ、
古い、もともとその祭祀とか執り行われてた多分その古殿っていうのが多分残ってるんですけど、そこにまあコンコンさんって書いてあるんですね。まあ僕こちらの YouTube で何回でも説明してるんだけど、説明してるんですけど、その社殿の後ろに残ってるその古殿のコンコンさんって、まあ簡単に説明したら、あのまあ狐塚みたいな感じです。眷属さんたちがいっぱいいらっしゃる憩いの場で、まあなんか古くなった神棚とかも中に収めてあって、まあそこに多分あの親鳥になっているんだと思うんですね、あの眷属様たちが、まあ、間違いなくいらっしゃるんですけど、でそこの古殿のコンコンさんのところが、まあ、ちょうどその、ね、3月の19日だったか参拝に初めて上がった日に結構落ち葉が周辺降り積もってたん で見たら竹ぼうきとかがその辺に置いてあって塵取りもあったんで、まあ、あの掃除させてもらったんですね。もうそれそっからもどっぷりですよね。もうそっから好きになっちゃって、その掃除もなんかそういうことやると徳を積めるよねっていう感じでその掃除したんだけど、もうなんか してあげたい気持ちにすごいなって、なんか大事にしてあげたいなっていう気持ちになったん でそれで当時掃除させていただいて、でそれから見たら授与所があったんで、まあ授与所を寄らせてもらって、で、そこはあの神職さんが常駐してなくて、まあ後で聞いた話なんですけど、その神職さんがまあ前の多分その宮司さんか何かがあのお亡くなりになっちゃって、今その世話役の方かなの方が代理であの授与所とかをあの開けて、そこであの、ね、授与品あのお受けさせてくれるんですけど、で電話して呼んだらあの来てくださって、で当時その社殿の中も普通に開けていただいて、なのであのご本殿のあの真ん前であのね言ったらその何ですか、その昇降参拝っていうのかな、その中に上がらせていただいて、その参拝させていただいたんで、あのすごい近い距離であの神様あの拝ませていただいて、本当に大変 ありがたい、あの貴重な体験をさせていただいたんですけど、でそれから、まあ、片田稲荷神社さんっていうのはものすごいあのご縁ができて、その後もたびたび参拝に上がってるんですけど、あの本当に最近の話で言うと、その片田稲荷さんは、ですね、家内は割とこう大きな願掛けというか願意を叶えていただいてですね、結構大きな願意ですね、願掛けしたかちょっと当時覚えてないんですけど、でもまあ叶ったんで、この力は間違いなく片田稲荷さんのおかげなんじゃないかなってことで、ちょうど1ヶ月ちょっと前ですね、9月の12とか13ぐらいに確かあのお礼参りに行ったんですよ。本当最近の話なんですけどね、いっぱいあのなんかお供え物たくさんあのスーパーとか、まあ、コンビニで好きそうなものを買っていって、まあ、お供えさせていただいて、まあ、その社殿というかご本殿のところにお供えさせていただいて、で後ろにあるその古殿のコンコンさんですね、その霊光図鑑のところ僕大好きなんで、そこももちろんいっぱいあのお供えを貸してもらって、で、まあ、祝詞といっぱい唱えて、まあ、その日帰ってきたんですけど、まあ、やっぱでもそれだけだと、まあ、なんかお礼参りになってるんですけど、 もっとちゃんとお礼したいねってことで、その9月ね12だか13に参拝に上がったので、そのまた4日後ぐらいに今度あの狐さんのあの前掛けですね、お狐さんにかける前掛けを、そうですね、2、3、6枚ですね、合計その3セット分あの買ってあの持ってったんですね。で持ってって、そこにいらっしゃるお狐様ですね、まずご本殿の前に、入り口の方に1体2体で、社殿の前に3体4体で、古殿のコンコンさんのところに、5体6体、まあ、全部でその 3つやるんで、その6枚あの前掛け奉納させていただいて、まあ、その際ももちろんあの世話役の方に1本電話して、あのこういう理由であの奉納させていただきますので、あの前掛けつけさせてくださいということで、まあ、あの心よくあの OK いただいたんで、あの、ね、奉納させていただいて、その時 の映像とかもインスタグラムには残ってて、 YouTube にもあの上げてあるかな、ショートムービーか何か、まあ、あればちょっとリンク貼っておきますけど、あの前掛け奉納して前掛けこうつけてあげてる様子なんかが、ね、あのちょうど1ヶ月前ぐらいのやつに残ってるんで、まあ、YouTube とか Instagram あのチェックしていただいて、その時のやつあの見ていただいたら様子分かります、はい、ということで、まあ、そこまでしたくなるぐらい好きな神社あんまり僕ないと思ってて、まあ、基本僕もお稲荷さん大好きだし、好きなお稲荷さんの神社いっぱいあるんで、ね、あの知ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、うちはあの神棚、まあ、6社あって、そのうち2社はお稲荷さん で1社はお稲荷さんがたくさん祀ってバーってお札が並んでる、あの、ね、そこに見えるところにあの祀ってあるんですけど、そこの神棚にお稲荷さんいっぱいいて、まあ、好きな、ね、お稲荷さんの神様いっぱいいらっしゃるんで、まあ、僕こう祭りすぎてどんどんお札が増えちゃってるんですけど、でもやっぱり片田稲荷さんその中でもやっぱりかなり思い入れのある神様なんで、まあ、僕の中ではかなり特別な神様ですね、うん、
もともとですね、ここのその、まあ、由緒書きというか残ってるその由来っていうのがありまして、あの戦国末期ですね、ちょうど1600年とかそのぐらいの時代ですかね、戦国時代っていうと時にあの、ですね、当時鳥羽城ですね、鳥羽藩っていうのがありまして、そこにあの水軍で有名なの久喜っていう方がいらっしゃって、その方が鳥羽藩のその1代目の藩主なんですけど、久喜義隆さんだったかな、有名なその多分武将で、あの水軍で多分かなり力を持った方ですね、多分鳥羽城の方だと思うんですけど、でその久喜さんが、確か、2代目の方もね、漢字が違うんですけど、その方も確かね久喜義隆さんだったと思うんですけど、その息子さんかな、久喜義隆さんって違う漢字書くんですけど、その2代目にあたる、当時のその鳥羽藩の2代目の藩主の方が確か伏見稲荷から、まあ、その正式勘定してきて、鳥羽城ですね、あのお城の中の城内にあのお祭りしたのがその伏見のお稲荷さんですね、があって、で当時その鳥羽城に、鳥羽城があって、そこにあの浜口半次郎さんって片田ですね、今片田稲荷さんがある片田町っていうところが結構多分遠いと思うんですけど、そこにまああの出資って言って、あのお勤めですよね、あの鳥羽城になんかお勤めで行かれてたその浜口半次郎さん、まあ、半次郎さんがいらっしゃって、でなんか次にあのもう一回その鳥羽藩の方からそのお勤めの依頼があった時に、ちょっとあの自分 の, その、ね、住んでるその実家の方に、まあ、年いったあのお母様がいらっしゃって、まあ、あのちょっと放っておけないってことで、あの、まあ、お世話とか多分しないといけないから、そのまあ、じゃあ、まあ、片田に一回帰りますっていうことで、その鳥羽藩の方にそう話して、まあ、もちろん OK 出てね、長年勤めたってこと。そしたら、その、当時の話の2代目か3代目の方かな、鳥羽藩の多分3代目の方だったと思うんですけど、から、なんか、まあ、お前は、そのね、長年、その鳥羽城に、その、忠誠を尽くして、あの、本当にお勤め頑張ってくれたから、その、あの、褒章として、褒章っていうのは、あの、褒める章ですね。なんか、その、与えるっていうんですよ。そのまあ、長年ね忠誠尽くしてそのお勤めしてくれたってことで、半次郎にはじゃあお前の何か望みのものをその使わせてやるってことで鳥羽藩からまあ言われて、そしたら半次郎さんは、じゃあ城内にあるお稲荷さんが欲しいですっていうことをその鳥羽藩の、まあ、3代目の方かなに話して、そしたらあのまあお前がそんだけ言うんだったらよかろうっていうことで許可が下りて、まあ、よくそれも許可下りたなって思うんですよね。伏見稲荷さんから、まあ、2代目の方がね久喜義隆さんが正式勘定して城内に祀ったもの、まあ、確かにそのね忠誠尽くしてそのお勤めしてくれたってことで、もちろん何かその褒章を与えるってことはまあ全然いいと思うんですけど、お稲荷さんって言って OK って出るのがそれもすごいなと思ったんですけど、まあっていうことはよほどその浜口半次郎さんって方、まあ信頼があって、まあ鳥羽城に対してそのまあお勤めっていうのをかなり果たされた方なのかなと思うんですけど、そしたら確かうろ覚えなんでこれちょっと間違ってたらすみません、だからじゃあお前がそんだけ言うんだったらじゃあその稲荷がそのいいって言ったらじゃあ持って帰るみたいに確かになったと思ったんです。そしたらなんか夢に出てきたか夢枕に立ったか、稲荷がなんかじゃあオラも一緒に行くだって半次郎さんとオラも一緒に行くだって言って、でそれをあの鳥羽藩の方にまあ伝えたら、じゃあそういうことだったらまあ渡すってことで、それを片田に、まあその半次郎さんが持ち帰った。で持ち帰ってその片田の裏山のちょうど上の方ですかね、その山の神って書いてある山神さんのその境内ですね、今よくあの神社とかに行くと石に山神って書いてあるじゃないですか、多分ああいう山神様だと思うんですけど、山の神って書いてあるところのその境内に最初祀って、それが多分始まりなんですね。でその裏山にその鳥羽城から頂いてきたその伏見さんから勘定されたお稲荷さんを祀って、でそしたらそこに何かそのしばらくするとなんかいつからかそこに白いお狐さん、白狐ですよね、白い狐さんが住み着くようになったんですよ、その裏山に。でその住み着くようになった白い狐さんは多分僕の見立てではその、お祭りしたその伏見さん の, そのお稲荷様が姿を現してうろうろしてたっていうのじゃなくて、多分、そのお稲荷さんはお稲荷さんでここにいらっしゃってその裏山に祀られてたんですけど、なんかそれにこう眷属にこう仕える形でその自然霊ですよね、自然霊で山とかにもいっぱいいたりするんで、その自然霊であるその動物霊のそのお狐様ですよね、白狐のその自然霊というかその動物霊的なものがそこに住み着いて、でそこにまあ伏見のお稲荷さんってことで、まあ当然神様なわけなんで、で多分そこにこう仕える形で多分僕住み着いたんじゃないかなって、これも半分予想ですけどね。でそこに住み着くようになって多分そのセットになったんですよ。
だからそのご神体自体は多分コンコンさんっていうのはご神体はないんですよ。その霊体として多分そこに一緒に、ね、伏見のお稲荷さんとそのお社のところに一緒に住み着いたってことなんで。でそれが今のそうですね、だいぶ時間が経って、割と多分最近だと思うんですけど、数百年前とかですかね、に今あるその片田稲荷神社さんですね、その海のすぐそばにある、そこに多分移されたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと移された時の話がまだ僕ちょっと調べきれてないんで分かってないんですけど、大元の由来はさっき言ってたその鳥羽藩とか、まあ、久喜さんがそのお祭りしてた鳥羽城から来てるお稲荷さんが始まりってことですね。で今のその片田稲荷神社がその島にある片田町っていうところに、多分片田村っていうのかな、片田町っていうのかな、でお祭りされてるんですけど、でそこに、そうですね、旧の社殿ですね、今のそのご立派な大きな拝殿じゃなくて、もともと写真出しておきますけど、今赤色に塗られてる、まあ、小さめの社殿がありまして、それが旧の社殿だと思うんですけど、ですね、それがもともとあって、もともとのその祭祀場、さっき言ったその、ね、狐塚みたいなのがあって、そこがだからコンコンさんとかがいた場所で、そこでもともと多分そのご祈祷とかそういうことやってたと思うんですよ、眷属様がいっぱいいらっしゃる方で、その後にその旧の社殿っていうのが建ったんですけど、その旧の社殿が建ったタイミングで確か1800年代だったかに、もう一度ですね、伏見稲荷から正一稲荷大名人を、あの正式勘定ですよね、要はその伏見稲荷さんから、まあ、2回目というか正式な勘定をもう1回してるんです。それが多分ね、多分間違ってなければそれが2回目の正式勘定したものが旧の社殿に多分あの収まってる今の、神様になると思います。じゃあ今そのご本殿というかその拝殿にいらっしゃる神様は誰かっていうと、多分間違ってなければ、そのだから当時裏山に祀ったやつですね、そのだから鳥羽城から半次郎さんが持ち帰ってきた元々のいたその伏見のお稲荷さん、そっちを今多分メインのご本殿の方に多分お祭りしてるんだと思うんですけど、そういうことですね。でその時に一緒に住み着いていた白虎のコンコンさんは、そうですね、その社殿の後ろにあるその古殿って書いてあるコンコンさんですね、それもあの写真出しておきます。そのコンコンさんってとこに、眷属さんたち、いっぱいいる眷属さんたちの中に一緒にコンコンさんもそこに、住み着いていますっていう感じです。で、ちなみにもうね、あのエピソードちょっと多すぎるんですけど、僕もねそこのだから片田稲荷さんに初めて上がったのが今年の多分3月の19日、まあ、家内の誕生日だったと思うんですけど、の前後ぐらいに初めて参拝に上がって、でそっからですね、その時に当時お受けしたのがこのこれお守りなんですけど、交通安全守りですね、片田稲荷おかみさん、これしばらく車にずっとつけておいたんですよ当時、でつけておいて、でもちろんこれあの御霊入れしてあるものになります。今あの、片田稲荷神社さんはあの神職さんいらっしゃらないんで、住所はそのさっき言ってた世話役の方がやってあの手伝ってらっしゃるんで、言えばあのお受けできるんですけど、じゃあ誰が御霊入れしてるのって話なんですけど、ちょっと神社名聞いてないんですけど、多分どっかお近くの、神社の方がどっかから来たの兼務してくれてると思うんですよ、まあ、要するになんか兼務者ってことになってるんで、兼務というかお手伝いで多分来てくださってる、多分その宮司さん神職さんがいらっしゃって、その方が多分あの御霊入れしてくれてると思うんですけど、で当然これお守りなので、これ袋から出して当時そうですね、そのメインのご本殿のとこと、その古殿のコンコンさんのとこに持ってって、これ当時あのもう一回、神様お願いします、これあの大事に、車にあのつけてあのお祭りさせていただくので、あの波動強めに入れてくださいって言って、僕はこの袋から出して入れてたり、そしたら多分当時その、まあ、YouTube でもその話多分してるんで、ちょっと関連してる動画またあの概要欄に貼っておきますけど、これ強めに波動を入れてくださいってことで入れたら、まあ当然強めに神様から波動を入れていただいたんですけど、でこれをね車につけてあの持ち歩くようになってから、結構まあ不思議な現象が起きるんですよ、いくつか。もうちょっと全部はあのちょっとお伝えしきれないんで、大きなところで言うと、僕が人にも話してないような、誰にも話してないような、そのまあ秘密っていうのかな、秘密っていうと変なんですけど、まあ人に話したくないような秘密とか、まあその大きな悩み事って、あの人間であれば僕まあ 2,3 個ぐらい誰でも持ってると思うんですよ。例えばその
自分の実家にまつわるその悩みですとか、その、まあ、ご両親とか身内とか親戚にまつわることで、その人に絶対話してないようなこととか、話せないような例えば悩みとかって、まあ、僕じゃなくても皆さんお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、それ神様にも話してない、人にも話してない、で解決するためにそれを何とかしようと僕も動いてもいないっていう悩みが、このお守りを持っていた時に、ある時にそれが浮き彫りになるようなその大事件が起きてしまって、その時にその問題もどうにかして解決しないといけない状況にまで僕が追い詰められたっていうのか、まあ、この神様がそっちにもう計らいで、まあ、導かれたっていうのかな、まあ、僕はその当事者なんで大変ですよ。導かれたって言ってもいいことがあったわけじゃなくて、僕にとってどっちかっていうと悪いなっていうか、その不幸と思えるような出来事がバンバン起きて、結構デカめの事件が起きたりしてたんで、その事件とまではいかないんですけどね、いかないんですけど、僕にとっては結構問題だと思えるようなことが起きてきたんで、やばいなこれどうしようっていうことで、結構その問題解決するのに僕、半年以上かかったんですよ、解決するのに。当然その時間的な労力とか、まあ、お金ですとかね、その自分のその労力っていうの当然かかってきて、周りの方の協力とか、まあ、特に家内にはいろいろ協力してもらってですけど、でそれが実はその最近解決した一個大きな悩みですね。でそれのお礼参りに行ったのが、だからさっき言ってた9月13日だったかなにお礼参り、お供え物いっぱい買って持っててね、お礼参り行ったんですけど、それが実は最近の話ですね、お礼参りって。だからここの神様は僕すごくご縁があるし、本当に優しくていい神様だなって思ってるんですけど、このねコンコンさんで、このコンコンさんのその古殿のとこにあるコマギツネさん、これそっくりなんですよ、形。別にそれイメージしてないし、なんか見ながらとかじゃなくて、僕はこれね、自分で手作りのこれコマギツネさんなんですけど、で手作りで作ったらこれ、まあ、みっくんとは全然ね、これ家内が作った方のみっくんですけど、おきつね様でも全然姿違うじゃないですか。これたまたま僕がもうなんとなくこういう感じで作ってったら、びっくりするのが古殿のコンコンさんとこの左側に祀られてるそのコマギツネさんですね、これそっくりなんですよ。写真出しておきますけど、そしたらそこのコマギツネさんかコンコンさんのとこから来てるそのご眷属様ですかね、多分今も入ってくださってるか、時々うちにしょっちゅう来てくれるんで、見回りたまに多分よりしろに入ってくれるんですよ。あ、そっくりだなってことで多分入りやすいと思うんですけど、でですね、一昨日か昨日ぐらいに何て言うかな、怒られたんですよ、僕この小間木先生にお酒を日本酒をお供えしたりとか、結構お稲荷さんサワーが好きなんで、買ってきたチューハイのそのサワーとかあげると飲まれるんですよ。で僕一緒に夜ですね、まあ日本酒飲んで喋りかけてお酒飲んでたら、なんか次何が飲みたいですかとか聞かれてて、でうち神棚6社あるんで、いろんな神様たちにお酒あげてて、で不動明王様とかにもお札と見開きのね見栄っていうんですかね、あるんで、あそこにもお酒置いたら、不動明王様来ないだろうと思って日本酒とかお供えしたら、まだ飲まれますか不動明王様って言ったら、いや結構って言われたんですよ。結構ってそのいやすごいクールな口調だの、いや結構って言われて、あもう飲まれたんだ、ありがとうございましたって言って、で次その順番的にこのコンコンさんに日本酒を僕与えてたんであげて、で本当に可愛い顔してるんで、僕好きなのでこうやってちょっと失礼ながらも撫でたりしてたんですね。眷属様が宿ってたりするにもかかわらず撫でちゃって、こうやってもう可愛いんでもう撫でて、もう胸ポケットに入れて一緒に寝ようかなぐらいに思ってたんですよ。もうすごい失礼な話なんですけどね、ここにこうやって入れて、もう一緒にもう今日寝ようかなぐらいに思って、すごいもう僕が弱愛してたんで本当にってやってたら、なんかお前は本当に失礼なやつだみたいな感じでちょっと怒られちゃったんですよ。怒られるっていうのはそのもうガチ切れで触りが出るとか、そっちの怒りじゃなくて、アニメとかに出てくるその神様が主人公に対してちょっとその冗談交じりでちょっとカチンときて怒るみたいな、そういうニュアンスの怒り方なんですけど、こう何を言われたかっていうと、僕に対して無礼なって言ったんですよ。このわかりますか、このツンとした顔でコンコンさんが無礼なって言って怒ったんですよ、僕に対して。あ、やばい、怒られちゃったと思って、で僕もうすぐ平謝りですよ、本当に申し訳ございませんでしたって。まさかコンコンさんというか片田稲荷さんから、そのコンコンさんか眷属様かわからないですけど、その来てくださってて、しかも まさかその今入ってくださってるということを僕もう分かってなかったんで、入ってたらいいなとか入ってたら嬉しいなぐらいに思ってたら、本当に入ってて無礼なって言われて、失礼しましたってことでだいぶ謝って、まだちょっともしかしたらお怒りになられてるかもしれないんですけど、っていう、これなんかね、何が言いたいかっていうと、
片田稲荷さんっていうのはものすごいこう霊言新たかなその、まあ、神社なわけですよ。で神様自体もすごく霊力が強いんですよ、ここの神様が。過去に何度かここの神様僕見てますけど、例えばその、9月13日ですか、お供えいっぱい買ってってお礼参り行った日かな。でその4日後にもその前掛け奉納しに行ったって言ったじゃないですか。あと映像つけておくんで概要欄から見ていただいたらいいんですけど、でその日だったかどっちの日か、1日目の日かその4日後に行ったその前掛け奉納した日か分かんないんですけど、帰りにですね、うちに帰ってきてからその片田稲荷神社さんからですね、多分そのメインのご本殿にいらっしゃる神様が来てくださったんですよ。でその来てくださったその神様の声、声じゃない、顔がすごいんですよ。僕あんなはっきり姿見たの初めてで、うちの、まあ、上空のところに来てくれてたんですけど、もう毛がモフモフですごい大きなお狐様で、かなり顔がはっきり出てたんで、お姿があんだけはっきり出せるってことは半透明とかで薄く出てきたんじゃなくて、かなり姿がはっきり出てたんで、毛がモフモフで、もう毛の一本一本もなんか見えそうなぐらいこう毛がふさふさなお狐様で、こうちょっとこう威厳のある顔をされてらっしゃった、ね、このコンコンさんみたいにこう かわいらしい感じじゃなくて、まさにそのご眷属様っていう感じなんですけど、その来てくださった神様は、まあ、多分ご本殿から来てくださったその、まあ、もともと伏見稲荷に多分いらっしゃったその神様ですね。その要するに鳥羽城に多分、祀られてたその伏見のお稲荷様ですね。その鳥羽城のやつが今そのご本殿にいらっしゃるんで、その神様だと思うんですけど、顔かなりはっきりした状態、まあ、お礼を当然いいに来てくださったんだと思うんですけど、まあ、うちの 上空のところに出て来てくださって、すごいでかい顔で、その、まあ、本当に威厳のある顔立ちだったんで、やばいと思って、すごいなこの顔はと思って、僕あんなはっきりお稲荷様の姿見たの初めてだったんで、今までどっちかっていうとその半透明だったりとかちょっと白い姿とかそういう感じだったんで、ぐらい本当に霊力が強いんですよ、ここの神様。でその前掛けを実はその奉納しに行った時もそうなんですけど、その片田稲荷神社さん入っていって、一番最初にあるそのご本殿のその手前にある、2対目、1対目ですね、要するに手前にある方のそのお狐様に前掛けつけてあげるときに、もうそのあそこの小間狐さんってもう眷属様宿ってらっしゃるんで、まあ、要するに眷属様入ってらっしゃるんですよ、ただの小間狐ではないんで。で前掛けつけるときにもうそこの小間狐さんが嬉しすぎて、嬉しくて我慢できなくて、小間狐さんからピュンって抜けて出てきちゃって、もう浮いてたんですよ宙に。やばと思って、もう嬉しすぎて出てたんですよ、前掛け奉納しに行ったときに。それがそういうことができる、なんていうか眷属様とかお稲荷さんって要するに霊力がものすごい強いんですよ、うん、とかあとその後もそうですね、まあ、ご本殿の前のお狐様にも当然こうやって前掛けつけてあげた、ね、奉納してつけてあげたんですけど、でそれから、ご本殿の後ろにある古殿のコンコンさんのところにあるその小間狐さん2体にも、前掛けそれぞれつけてあげて、あげたんですけど、もうその時ももう嬉しすぎて、小間狐さんに入ってるその眷属様がもう恥ずかしくて、もうくすぐったくてこうなってるんですよ、嬉しすぎて、もうこうやってもう嬉しくて恥ずかしくて顔真っ赤にして、こうやってもうやめてみたいな、嬉しい恥ずかしいみたいになってた、本当にもう可愛いなと思って、もうそういう感情とかも出すんだと、もう可愛すぎちゃって、で僕はこれがたまたまそのね古典のコンコンさんのところにある小間狐さんそっくりになっちゃったんで、で可愛いじゃないですか、その恥ずかしがって、もうやめて、もう恥ずかしい、くすぐったいみたいな、で顔は隠しててみたいな、可愛いからと思ってこうやってやったら全然その時 の僕が見た情景とは違う口調で、このね見回りにたまたま来てらっしゃったのか、コンコンさんのところから来てくださったご眷属様にお叱りを受けて、無礼なって怒られてしまってすいませんって言って、まあ、ちょっと半分笑っちゃったんですけど、無礼なって言われちゃったんで、もう本当にすいませんって感じなんですけど、まあ、そういう感じでね、まあ、本当にねすごい神社ですよ。みんなちょっとね種類違うんですけど、その伊勢といえば伊勢神宮、まあ、内宮外宮参拝、ね、上がられる方も多いし、まあ、あそこ自体ももちろんその、ね、かなりお力のある神社で、まあ、もう僕からすると大きすぎるんでちょっと行けないんですよね。大きすぎるっていうのはもうその参拝に上がっても神様に声が届いてるかどうかも分かんないのと、まあ、ただあそこへ行かせていただいたら本当に日本の平和とかその国家安泰とかね世界平和をまあ祈るようなところなんでね、
あの全国民の幸せを願う場所とか、まあ、そういうところなんで個人的な場所じゃないんで、まあ、僕はあんまりこう一般人がね立ち入るとこじゃないかなってそもそも思ってたりするんですよ。まあ、参拝に上がるのは個人の自由なんですけどね、そもそも。だけど僕はその一個人があんま気軽に来やすくその参拝に上がるところではないなと思ってるのがやっぱり伊勢神宮なんで、だったらその伊勢神宮とか行くんであれば、まあ、僕はその片田稲荷神社さんってまあ超穴場だと思ってるんで、まあ行くと、まあね、土日とかは割と人いらっしゃったりするんですけど、結構僕たちはやっぱ平日行くことが多いんで、まあ、誰もいないんでお供えして、まあ、ゆっくり境内に、多分大体いつも掃除合わせて1時間以上はゆっくり滞在させてもらってるんですけど、ね、掃除したりして、でお供えして祝詞とかもまあ3種類ぐらい唱えたりとかさせてもらって、まあ、かなり長居するんですけど、本当に穴場なんですよね。めちゃくちゃいいところですしね。っていうわけでね、その片田稲荷神社さんでこれ、まあ、当時お受けしてきた今で、これ本当は目書いてないんですけどね、これ、目は自由に書けるね、このね黒目家内に書いてもらったんですけど、これあの片田稲荷神社さんでこのお札がね3種類あるんですよ。この紙のお札っていうのが小一稲荷狼って書いてるんですけど、このね、紙のお札は、片田稲荷神社さん の, その、まあ、メインのご本殿ですよね。行ったらそのメインのその社殿があの真ん前にあるんですけど、そこのご本殿の神様とつながったりとか、そこにいらっしゃる眷属様に、まあ、見回りに来ていただいて長居してもらう場合はこちらの小市稲荷狼って書いてあるお札がいいなと思って、まあ、これ僕神棚で祀ってたんですけど、でこっちの黙殺っていうのはまあ商売繁盛とか、こっちがあの海上安全とかその大漁ですね、まあ、海の近くなんで漁師さんとかが多分お祭りするようなあの黙殺にはなるんですけど、まあ、僕はもう2種類とも欲しいってことでわがままなんで黙殺も2つお受けしてうちでまあお祭りしてるんですけど、まあ、当然商売繁盛なんで、ね、僕も自営業なんであの欲しいってことでお祭りしてるんですけど、これはねあのぜひもしお受けしたらあの御霊入れじゃないな、波動を強く入れるんだったらあのメインのご本殿のところでするんじゃなくてコンコンさんですね、古殿のコンコンさんのところに持ってって波動入れてくださいって言ってやるとコンコンさんのところの波動が入るんで、そうするとね、その古殿のこちらの小間狐さんですねがいらっしゃるそのコンコンさんのところからあの眷属様とか、あるいはそのコンコン様もあの、ね、たまに見回り来てくださるん で, そこでお受けしたこの絵馬っていうのを、神棚の上で一緒にお祭りしておくと、これ当然片田稲荷さんの波動がもう入ってるんで、眷属様が宿ってくださるんですよ。まあ、今日ねこれもしかしたら宿ってくださってるかもしれないものを僕ちょっと持ってきちゃったんで、あの神棚に一言の声かけて、あのちょっと今日どうしても YouTube の撮影であの説明したいので、ちょっとすいませんけどちょっと神棚から一回下ろしてあの説明の際にちょっと使わせていただけますということで、ちょっと丁寧にゆっくり下ろしてあの失礼がないようにちょっと今あの出してるんですけど、こういうのは眷属様が宿ってる可能性があるんで、本当はあまりねこう手とかであんまり触ったりとかするのも本来はあんまり良くないんですけど、ちょっとどうしても僕説明する際に必要なのでちょっとね下ろしてきたんですけど、はい、ということで、あの神棚にお札とか祀る際に一緒にそこの神社でお受けできるこの お札と同じ種類の絵馬、お稲荷さんのお札を受けたらお稲荷さんのこの絵馬っていうのをかけておくと、眷属さんが見回りに来た時にスポッと入ってあの宿ってくださいます。おすすめですね。ちょっとね余談になるんですけど、これあの交通安全守りじゃないですか、まあ黙殺そっくりなんですけど、これお守りって通常あの半年ぐらいしかだいたい波動が持たないって、まあ、あの本とかにはね書いてあったりするんですけど、じゃあ半年経ったらこれお返ししないといけないんだろうなと思って、僕これしまってたんですね、紙袋の中に。さっきでこれ撮影のためにちょっと出してきたんですけど、まあ次行く機会があったらお返ししようかなと思ってしまってたんですけど、さっきねこれ僕見てたらあのこのお札から普通にまだあの波動が出てるんですよ。まだ肉眼であのまだ今見えるんですけど、今見えるんですけど波動出てるんで、あの使い方にもよると思うんですけど、あの半年以上で持ちますね。もしかしたら1年持つかもしれないし、すごいあのたくさん守っていただいたりとか、お守り持ち歩いててお稲荷様が、ね、飛んできてくれて何か身の危険があった時にそこから守ってもらったとかってなると、その波動は一気に多分減ると思うんで、その場合は多分半年とかね、もしかしたら数ヶ月で波動がなくなっちゃうかもしれないけど、これなんかね結構使った割にはまだ波動出てるんですよね全然、うん、っていう感じで、これもおすすめですしね。まあこれもそうですね、これも片田稲荷神社さんであのお受けしてきたの100円であの授与できるあのお砂なんですけど、あの片田稲荷神社さんの真ん前にある、浜辺ですね、浜辺で取れる砂を神前でお清めしてからこれ袋詰めされてるんで、
まあ、これこうやって飾って使うもんじゃなくて、本来家の掃除しますよね。家の掃除して、その時に四隅にこのお砂をまいて置いておくんですよ、しばらく。で置いておいて、部屋の真ん中で、僕だったらお寺で受けてきたお香を焚いて、で部屋の中清めますよね。でそれだけだと弱いんで、僕の場合この塩を一緒に混ぜるんですね。本来はここの片田さんにはまあお塩はないんで、このお砂受けてきたんですけど、そこでもしあったら砂と一緒に塩を受けてきて、それをね四隅に砂と塩を一緒に撒いて、しばらく、まあ、20分とか30分か分かんないけど、そんぐらいお香を焚きながら待って置いておくんですよ。でこれちなみにこれはミックンですね。ミックンのお社からお下げしてきたやつなんで、神棚のお塩じゃなくてミックンの社殿からお下げしてきたあのお塩なんですけど、これ例えば神棚のお塩よりは霊力が宿ってるんで、まあお清めの力強いんですけど、これ砂と塩を一緒に例えば四隅に撒いて、まあ、2、30分掃除でもして待って、でそれから塩と砂こう、まあ、ほうきとちりとりで集めて回収すると、まあ、部屋が一気に浄化されるんで、実は砂ってそういう使い方ができるんですね、うん。まあ、皆さんの知ってる有名なところですと、この伏見稲荷大社さんでお砂ね、お受けできますよね。奥社だったかな、奥社法配所で確かこれお受けできるんですけど、はい、あとはねちょっとごめんなさいね、話変わっちゃうけど、磯の上神宮のお砂とか、あとは源九郎稲荷神社さんでもお砂ありますね。これも同じように使います。まあ、でもお清めするときは、まあ、プラスそのお塩を混ぜてあげるとお清めの力強くなるので、砂と塩一緒に四隅に置いてあげるといいですね。でお塩でしたらこの貴船神社とか例えば余ってるんで、まあ、これちょっと波動がもしかしたら全然違うんでお稲荷さんじゃないんですけど、まあ、でもお清めのときだったら多分塩とか使っても大丈夫だと思うんで、こういうのもまあ使えるんで、まあ、こういうのね皆さん神棚に結構こうやって飾っておく人多いんですね、記念に。で全然いいんですけど、僕はその掃除の際に使った方がいいと思います。先日息子の部屋がちょっとあまりにも汚くて、僕掃除してあげて、で掃除のついでにと思って、まあ、部屋でお香を焚いて、でさらに、御神言唱えて、般若心経唱えて、それから祝詞も何種類か唱えて、でその際に四隅に、このその時はね伏見稲荷大社さんのお砂使いましたね。これを四隅に、巻いて、でその時には確かお塩ですね、その時は氷炭山稲荷さんですね、氷炭山稲荷さんのお塩がまだあったんで、そのお清めされた氷炭稲荷山神社さんの お塩を砂に混ぜて四隅に置いて、で 2,30 分経ってから、ほうきとちりとりで回収したんですが、まあ部屋の空気全然違いました、ね、一気に浄化されて、この家の中で一番なんか居心地が良くて空気がいい部屋になりました、ね、それやった瞬間。まあ普段はこのリビングとかね、神棚あるんで、リビングとか仕事部屋の空気めちゃくちゃいいんですけど、その時だけは普段お部屋である息子の部屋がめちゃくちゃ空気良くなったんです。普段本当に汚いです。なんかね、湿気があったり暗くて臭かったりってするんで、まあ、僕が時々入っては掃除したりね、窓開けて換気したり、たまにお香焚いたりとかってやってるんですけど、それでもね、拉致が開かない場合、本当に四隅にね、掃除ですよ。雑巾掛けとか全部して、雑巾掛けきれいにして、窓とかも拭いた後にこれ四隅に置いてお香焚いて、やって清めてから回収するともうめちゃくちゃ浄化されます。おすすめです。でちなみにですね、僕がお世話しているお稲荷さんのミックのところで下げてきたお塩、今こんなに溜まってます。これね、もし僕そうですね、ご縁がある方でミックのお塩欲しいって方、僕ともしお会いする機会があったりとか、僕のところでミックのお守りとかお札ですね、お守りとかお札とかミックのグッズ、何かまた今後お受けしてくださる方がいたら、その時におまけでまたこのお塩つけてあげようかなと思うので、これ当然浄化する力強いんで、お風呂に一緒に入れたりだとか、排水口に流して排水口水を清めしたりとか、さっき言ったように掃除の際に部屋にちょっとそう巻いて、それでほうきで一緒に履くと部屋自体も清まるんで、使い方また教えますね。今こんだけまだね、まだストックあるの、他にもまだストックあるんですけど、まあ縁のある方とかで、まあお会いできる方も直接これあげます、差し上げますよ。でまああとミックのグッズ、そうですね、過去に買ってくださった方とか、これからもし買ってくださる方がいたら、その時にまあ、お塩はおまけでつけようかなと思うので、よろしくお願いします。ということで、今回ちょっとかなり尺長くなって40分ぐらい喋り続けちゃったんですけど、片田稲荷さんには実はね、まだ、そうですね、さっき大きな事件があったの、ごめんなさい、これもう本当に最後にするんですけど、大きなまあ、事件というか問題があって、それ半年ぐらいまあ解決するのに時間がかかったっつって、で最近その、ね、9月13日にお礼参り行った話はさっきしたんですけど、その
またね、解決した次の大きな問題がやってきてですね、もうこれはもう僕宿命なんでしょうがないなと思ってるんですよ。自分がその人生でその例えば成長したいだとか、まあ、人生変えたいとか、まあ、もっと自分がこう高みに行きたいなっていう、まあ、願望がやっぱり少なからずあるんで、そうするとやっぱりそういう次のステージに行くための前よりもやっぱレベルの高い問題っていうのがどんどん降りかかってくるんですよ。で、次の問題が降りかかってきたと思ったら、もうそれもなんかあれよあれよと、まあ、もちろんそのみっくんの力をお借りしたりとか龍神様の力も借りてたんですけど、やっぱりね、でも片田稲荷さんの力も借りてるんですよ。やっぱそれが実は、まあ、ほぼほぼね解決する、兆しが見えてきて、まあ解決したって言っても、まあ、過言じゃないんですけど、ほぼほぼ解決 してるんですよ。なんでやっぱね、片田稲荷さんにまたこれお礼参り行かなくちゃいけないんですけど、まあ、すごいですよ。かなりでかい問題を隠してるとね、見つけられちゃうんですよ。片田稲荷さんに、お前それ隠すな、表に出せということで、もう大きな問題がボーンって降りかかってきて、今まで隠してて明るみにもなってないような誰にも話してない問題が次から次へと表沙汰になって、もう大問題になってバーンって僕の時に降りかかってきて、それを解決しろって怒って、で、ね、頭撫でると無礼なって怒るんですけど、そういう問題を僕の目の前に出してくれて、で、出しただけじゃなくてそれを解決する時、まあ、一緒にお手伝いまでしてくれるっていうね、かなりやっぱ霊言あらたかで霊力がものすごい高いやっぱお稲荷さんだなっていうことで、まあ、今回は、ね、片田稲荷さんとの、その、まあ、慣れ初めっていうことを聞かれたんですけど、今は片田稲荷さんとそういう付き合い方をしています。かなりご縁が深くて、まあ、みっくんもちろん毎日、ね、お世話してるんですけど、まあ、みっくんの次ぐらいに多分僕がご縁がある本当にお稲荷さんなんで、かなり特別視してるというか大事にしてるお稲荷さんですね。まあ、慣れ初めに関してはそんな感じなんで、また片田稲荷さんの近いうちに、今回2つ目の大きな問題をまあ解決していただいたということで、これお礼前にまた行かなくちゃいけないんで、その時また撮影しますんで、そしたらまた YouTube で動画アップロードするんで、また見ていただけたらなと思います。ということで、今回すごい長くなっちゃいましたけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。